十種類は、単弓類の分類群の一つで、獣弓類の第三の主要グループ。単弓綱、な十弓目。獣の葉の名の通り、哺乳類的な葉を持つグループである。古生代ペルム貴公期から中生代三条期にかけて繁栄。ジュラ期、白亜紀においては目立つ存在ではなかったが、属レベルの数では恐竜を上回っていた。そして、 新生代では哺乳類が繁栄している。属する主なグループは、ゴルゴノプスアモク、テロケファルスアモク、キノドンアモクの3つである。1860年、リチャード・オーウェンによって名付けられた。10種類が現れたのは、ペルムキ中盤の約2億6、500万年前、イハーモクと、ほぼ同時期であったと思われる。これら初期の獣派類は、イハーモク及び、 ディノケファルスアモクよりも哺乳類的な特徴を備えていた。ペルムキ中期に繁栄していた肉食、ディノケファルス類が衰退、絶滅すると獣ル類は発展し、ペルムキ後期に繁栄するようになる。最初の獣ル類として挙げられるのがゴルゴノプス類である。この生物は、後のサーベルタイガーを彷彿とさせるような、発達した剣士を持った当時最強の捕食者であった。 彼らの化石の噴部に小さなくぼみが多数存在した。これは、ホラゲの痕跡であると言われている。そのため、すでにこのグループが、対合まで獲得していた可能性も指摘されている。しかし彼らは、ペルム期末 PT 協会における大量絶滅を生き延びることが、できなかった。ついで現れたのは、新生獣種類である。脳が大きくなったために脳箱が拡大。 顎の筋肉も発達したため側頭窓も拡大して上向きとなっている。そのため、頬で頭蓋の幅が広がって顔つきが変わり、それ以前のものと比較して体に対する頭部の比率が大きくなっている。このグループの一つ、テロケファルスルにおいては骨性二次鋼蓋が発達し、頭頂口が縮小しているなど高温性を獲得しつつあったと思われる。彼らはフェルム期末 衰退する、ゴルゴノプス類にとって変わって大型肉食獣の地位を、占め、PT 協会においても、大きなダメージを受けつつも生き延びている。この生き延びたグループから、植物食のバウリア類が派生している。10種類最後のグループが、キノドン類である。テロケファルス類の初期グループから進化したと言われ、フェルム期には目立たない存在であった。しかし、三条期にお、しかし、 三畳期末期諸島の中規模の大量絶滅によってダメージを受け新たな競合者となった恐竜によって多くのニッチを奪われてしまう。以後、KT 協会に至りまで彼らの大半は夜の世界で生き延びねばならなかった。頭蓋側頭窓が拡大するとともに市場量と頬骨弓が発達。これは咀嚼のための抗菌の改変及び付着部の拡大が 起きたためであるとされる。波上下の顎とも剣士によって、摂氏と薄刃が明確に区切られ、四式は肉食への適応を示している。初期のグループは肉食性であったが、三条沖において、いくつかのグループは二次的に装飾に適応した。とりわけ強肉食性の種は、その多くが剣士虎に見られるようなサーベル状の鋭い剣士を発達させていた。下顎歯骨が発達し、 それ以降の骨が縮小している。哺乳形類に至る過程で、関節骨、角骨は、顎関節から外れ、哺乳類段階ではこれらの骨が内耳へと移動している。また、筋突起が発達している。指式前足の指式が2から3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 である。ホラケゴルゴノプス類の段階で、顎骨にホラゲの痕跡が見られる。全身肉食性の獣ル類は、 指先の可動域が広く、獲物を無理なく抑え込むことができた。これは前術の剣士、剣士を使う際に、それが獲物の抵抗で折れることを防いでいた。後ろ足ゴルゴノプス類の段階では、より基盤的な獣弓類であるディノケファルス類と、対して変わらない、大腿骨をしていた。一方で、テロケファルス類や、キノドン類は、より爬虫類と哺乳類の中間内視哺乳類時の、 大体骨であった。なお、十種類内視十ユ味類は、波形と直立の中間や両立が可能であった。十種類。上から、ゴルゴノプス類アルクトグナプス、テロケファルス類リコスクス、キノドン類プロガレサウルス。ありがとうございます。